そうですね、ご感想というかなかなか鶴瓶師匠と会えなかったんで、うん、そやな、俺も最後のお祭りの本当ワンカットぐらいというか、そうやな、それまでは全然代わりの同じ衣装着たおじいさんと一緒にやらせてもらってあ、そうかそうか、はい、へえ、でもどっちかというとその遠いとこからね、焼きそば屋の向こうから見つめてるお前の方が怖かった、絶対そんなことないですよ俺だからずっと鶴瓶師匠と共演しないで待ってて、うん、で最後鶴瓶師匠があの感じで出てきたじゃないですか、あれはもうあの最後近寄れてた子本気で怖がってましたから、ね、多分そうやな、めちゃくちゃ怖かったと思います、こんなんやったからね、うん、で離れるなって言われてその子も鶴瓶師匠にこう近寄られて後ずさりするんですけど、で顔も離すんですよ、でスタッフさんに離れるなって言われて、このままでいてくれってめちゃくちゃ怖かったと思いますよ、あいつトラウマやで俺出てきた逃げよるわほんまにね、二人とも演技やからな、そうですね、そういう感じやから面白い、怖で一つ表すいうのはさっきも撮ってたけど怖って言うて、はい、楽やないやいやもちろんなんかあの一言でよくあんな演技できたなみたいな風に言ってくれる感じだったじゃないですか今いやあれは得意なツッコミやんか割と、まあ、漫才でも言ったりしますからね、前方が結構怖いこと言うタイプなんであいつおかしい、ね、あいつは頭おかしいですから、でもまあちょうどぴったりやねあれ、すごいなんか向いてるなと思いました ね、はい、うん、俺は違うからね、あんなんじゃないちゃんとしてるよ、あんなんじゃないってなんですか、あんなお菓子やそばへずっとやる、はい、ええ年のおっさんがそばへずっと言ってるよと、ちょっとおかしいや、そうですねそうでしょ、はい、でもちょっとそれに近い部分もありますけど、俺が若手を見つけた時の鶴瓶師匠楽屋挨拶行ったらだって奥に座ってんのに立ち上がってずっと近寄ってくるじゃないですかいつもあ、そうか、あれを思い出しましたけどねあ、そうか、はい、いや来てわざわざ来てくれたら悪いな思ったよな、はい、怖いんですよ若手は立ち上がって近づいてくると、いやいやいや怒られんのかなと思って一瞬、なんでやそんなもん、いやでもみんな挨拶来てくれるのは、ね、こっちもな、はい、悪いなと思ってな、うんうん、嬉しいは嬉しいんですけどね、うん、そうかいやいやでもまあねこういう共演って嬉しいやんか、そうですね、うん、なんか変な感じですね、そうやな、こんなんほんまにないから、はい、不思議やなこれ、そうなんか俺割と単独でやる CM が多いから、はい、うん、僕もそう俳優さんとか、そう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 、あの単体とかはありますけど芸人の先輩とっていうのかな、そうそう、それ珍しいやろこれ芸人と絡むいうのがね、はい、しかもやっぱ松竹と吉本じゃないですか昔は ね殴り合いしてました、ね、俺らの時代は酔ったらあかん言われて、やっぱそうなんですね、うん、でも俺は割とあのもうみんなと仲良かったからな、だから俺が松竹との架け橋になっていきたいと思いますこれからはよろしくお願いします。いいことありすぎて怖い、そうです、ね、悪いことばっかり浮かぶな、本当そうなんですよ、ね、なこんな言われたな、はい、でもいいことな、いいこと、うん、いいこともあるよ、うん、いいことでも最近というよりはちょっと前まで例えばその大阪の賞レース取ったり M1 で準優勝させてもらったりとか、うん、やっぱそこからもういいことなんてないですね、あおらというかこれからやないかそれは、本当これが最近ようやくあったいいことじゃないですかね、鶴瓶師匠と CM 出るって、まあまあね、オズワルド大好きですからね、ありがとうございます、もう相方はここにいないだけでもよかったなと思うんですけれども、うん、でもまあ面白い発想ですけど、こういうさっき言ったように違う事務所でこうやって芸人と絡めるのはほんまにこれもいいことやな、そうですね、うん、今までこういいことあった先に悪いこと起きたみたいなことあるんですか、いやそんなの繰り返しと思うねんけど、はい、でもまあそうやな、いいことあるっていうのは、はい、よくほれみんなうんつことは言うやんか、はい、俺そう思わへんねん、いいことあったらなんか石油掘り当てたみたいにどんどんいいことが生まれていくと思うねん、考え、そっちの方が楽しいやんか、はい、うん、まあ、確かにそうですね、そうやろ、うん、この先怖いって思っちゃうとね、そうやで、なんかいいこと拒絶したらそれも元も子もないですもん、うん、なんかいいことを掘り当てたらもうどんどんいいことが生まれていくっていうことやな、いいことが重なるとテンション上がるんでね、いや本当はね本当にあのウレションしたりしますからね、ウレションもう勘弁してください、70超えた師匠のウレション誰が見たいんですか、もういやいやほんま普通に入院させられますよ、ただただいやいやウレションしたら違う違う、近いというだけです、うれしい行くの忘れるっていうんでね、だから便器見たら出えへんか便器見たら出ないですよ、行きたい思ってパッと便器見たらちょいちょって出てるっていう、ちょっと正直の皆さんも限界です、はい
働かせすぎですこのご老体に。いやいやほんまやでこれ。まあ、僕そっちはだいぶ変わった。だいぶか明確に、うん、そうやろ、人にも知られ出したし、そうですね、ご飯が食べれるようになったっていうのが大きいですね。あ、そうか、10年前はまだギリギリやったんや。ギリギリなんてもんじゃない、話にならなかったですね。あ、そう、はい、タバコもあの何ですか、普通のタバコじゃなくてすっごい安い、うん、ゴミ入ってんじゃねえかみたいなタバコ吸ってたんで。もうやめ、それやったらそんなもん。いや、それでようやくもともと吸ってたタバコに何年か前に戻せたんで、とかもいっぱいありますね、うん、10年間で。10年前と変わったことってあるんですか、鶴瓶師匠。いやいや、それはあるやな、それは。だってもうずっと天井叩き続けてるというか。いやいや、そうですよ、やっぱり景色が変わりますよね、うん、というか俺がどうこうやな、周りの若手が、はい、司会やってる人たちが全部変わってるやんか。ああ、そうか。前こんな人たちが司会してない、まだ若手やったのに、はい、クリームなんかもだいぶ若手やったからね。クリームなんかもねっていう時点でめっちゃ歴史感じますよね。だからどんどんその上田とか出てきてやな、はい、いやすごいなと思うよそれ。ああ、まあ確かにそうっすやろ、はい、お前もなんか番組やってないのか今。一応金曜日に深夜のはやってますけど、やってます。徐々にそうやっていってやっていかなんかもな。そうですね、やっていきたいですね、うん、そうやろ、はい、やっていったらもうそっからもう話したあかん、それを。これが難しいですよ、ね、でこんな話はもう本当お酒飲みながら二人でさせてもらう。分かった分かった、これも長そうやからな。そういうことやっぱりね、はい、まあ、景色が全部変わっていったという、うんうん、目まぐるしいですからね。目まぐるしいよほんまに、本当目まぐるしい。次の言ってください。これ伊藤とやったらなんぼでもしゃべる。楽しいね。止めてや。まあそうですね、節目の年なんで。ああそうか、10年ってなるとやっぱりちょっとね、コンビで M1 とかね、やっぱ撮りたいですけどね。あ、でもお前ら、いや、こんなこと言うてええの？何ですか？あれ撮る撮る言うてやな、ええとこ行ってんねんけど、はい、行かへんやんか、はい、撮れや。いや、そういう話じゃないんですよ、もう。撮れやで撮れたら撮ってるんですよ、僕も。もう撮る撮るって、みんな世間の噂は、あ、今度オズワルドやなって言うてんねん、言われてんの知ってんの？もう、でももうその噂もどんどんなくなってきてる段階なんで、逆に楽になってるかなって気持ち的には。あ、そうか、そうか、うん、はい、今10周年、あと、まあ、単独ライブとかね、何年もやってないんで、やりたいなと思って。やってないんか。単独ライブはそうですね、やっぱそのすごいんでカロリーが。ああ、そう、2人ともやっぱだらしないんで、こうなかなか立ち上がろうとしないんで、10周年だったら、まあ、いや、もうやる気ないとなれると思うんで。ああそうか、はい、俺らもう何十年とずっとライブやってんで。毎年毎年やってますもんね。そう、毎年毎年ずっとやってる、ツアーも回ってるわ。何するんですか、単独ライブって。鶴瓶師匠ずっと日常あったこと喋んねん。日常あったことを、そうやね、2時間、はい、毎日違う話すんねん。それすごいな。え、単独ライブより大変じゃないですか、多分。単独ライブ、まあでも好きやで、それは。落語やったりしないんですか。落語もする。落語のツアーとまた鶴瓶話のツアーは違う。あ、鶴瓶話は確かに、はいはい、そうなんですよ、だからそういう、なんていうんですかね、今はあんまり定期的にできないですけど、毎年恒例のものに10年目からはしていきたいですけど。やっぱコロナでちょっと変わったからね、一回やめとこうとかなったから、うん、そうですね、うん、そうやな、目立たなあかんねやろ、こっちのゲームの世界は。よ、こんなおもろいことあんねんの、うん、俺の世界とちょっとちゃうな、あんまり目立ってもあかんねんね。え、そうなんですか。その目立ってなんぼだと思ってましたけど。いや、目立ってなんでぼいうか、俺ラジオでもいろんなこと言うけども、はい、あのさほどヤフーニュースにならないし。あ、なるほどね。そんなあの大変なことにならないっていうかね、はい、いや、うん、大変なことにはまあ、割となってる方の芸人さんだと思うんですけど、いろいろ長い歴史見てきた時に結構大変なことになってる方だと思うんですけど、自分がそういう意識がないねやろな。でもこれは本当に愛されないといかんわ、うんうん、愛されることってすごい大事やで、うんうん、あのどなたにでも愛されなあかんわ、うん、これが難しいですけどね、うん、そうか、いや、だからすごい、本当にすごいと思いますよ、鶴瓶師匠。え、愛されなあかんね、はい、うん、マジで悪口言ってる芸人見たことないですよ、鶴瓶師匠。そんなことないけど、まあまあな、おかしいねやろな、俺も。おかしいやろな。もう昨日今日のやつでもタメ口。それはそいつが頭おかしいですけどね、さすがに。
えって、はい、今タメ口ちゃうって。鶴瓶師匠は基本的にそのキャラクターとしてもうここ何十年フォルムが変わってないんですよ。これってすごい大事なことだなとめっちゃ思いますね。あのアフロの時代あったじゃないですか、はいはいはい、あそこからここに早めにたどり着いて早めにでこっからのフォルムが変わってないからもう国民の人が安心できるというか、なんかこういうのすごい大事だなと思いますね。なんか見た目がタモリさんとかもそうじゃないですか。あ、もう本当面白いとかそういうのも全部プラスアルファなんかこう愛される、ありがとうございます、見た目っていうのも大事なのかなと思いますけど、ありがとうございます、いい意味で変えないというか、まあもう変えようがないところやかましい、これから生やす、これから生やす。笑福亭鶴瓶師匠と私オズワルド伊藤俊介がモンスト10周年の CM に出ることになりました。ありがとうございます。赤ちゃんの拍手の仕方、赤ちゃんの師匠、 CM をご覧の皆さんに一言お願いします。はいはい、いやこれすごいことなんですってね、うん、このすごいこうなんか特典があるということですごいですよ、もうみんなやってますから。あ、そう、はい、いや僕やってなかった、今回いろいろ聞いたんですよ、はいはい、やったことなかったですか。やったことなかったんですよ。それそんなに言うとあかんの。いや言うとあかんことないと思う。僕らの世代とやったらゲームやらないからね。まあそうですね、で聞いたら、まあ、もちろん周りはもうみんなやってる。だってスマホ持ってないでしょ。やったますよ、持ってるよ。持ってる。ガラケーですよね、多分まだ。いやガラケーじゃ持ってる、持ってる、スマホは持ってる。引っ張ってる、ずっと。引っ張ってる、ずっと。わけも分からず。引っ張れと言われたから。引っ張ってるんだけど、はい、でもまあ、ね、すごいいいことですよね。はい。うん、めでたいですよ、だから、はい。というわけで、モンストは今年で10周年を迎えます。CM にもあるように、いいことありすぎて怖いと思われるぐらい、皆さんに喜んでもらえるようなコンテンツをたくさん予定しているそうですので、はいはい。はい、それではまず CM をご覧ください。どうぞ。なあ兄ちゃん、え、引っ張っていかへんか。え、いいことあるで。え、10周年やからな、引っ張っていかへんか。近すぎて見えないです。これはほうはないで。